久米博は日本のフリーアナウンサー、タレント、司会者、ラジオパーソナリティ、ニュースキャスター、ドイツ親善大使も務める、オフィス21所属。1944年7月14日、エンジニアを父に、両親が疎開していた埼玉県浦和市で誕生。姉3人の下の末っ子。戦時中は埼玉県小玉郡に疎開。なお父親は、 国鉄と東芝のエンジニアで留守がちだったため、姉のスカートを縫い直した半ズボンを履いて、女の館に育ったと自身語っており、幼少時から女性の性を知っていた環境が、久米の感性に影響を与えたことは間違いないという。戦後は東京都品川区北品川で幼少時代を過ごす。品川区立城南第二小学校。 武蔵工業大学附属中学校卒業。東京都立大学附属高等学校卒業。高校在校中はアルバイトと勉強に明け暮れる。早稲田大学政治経済学部経済学科入学。総大では演劇サークル、劇大小玉に所属し演劇に熱中。1967年3月、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。 マスコミやアナウンサーの死亡者の倍率は高騰しており、記念受験程度の姿勢で受かるものでなかったのに、その高倍率を勝ち抜き、見事に合格、採用となった。TBS のアナウンサー職に、アナウンサー12期生として入社。入社直後、激務と極度の上がり症から体調を崩し、結核をわずらった。1967年11月15日。 アナウンサー研修室設置に伴い、アナウンサー研修室付け兼ラジオ局第一、制作部勤務となる。1970年4月、パックインミュージック金曜パーソナリティに抜擢されるが、病気により、5週で降板。1970年5月、この月からスタートした、a 六スケの土曜ワイドラジオ東京の中継リポーターを務める。百七十五年十月、 料理天国、レギュラー、ピッタしカンカンの司会として、全国的な人気を得ることとなり、久米博としての名前が、一般に知られるようになる。1978年1月、ザベスト展司会、同年4月、土曜ワイドラジオ東京パーソナリティ、1979年6月 TBS を退社。フリーで番組司会など、ニュースステーションのキャスター。 ニュースステーション終了以降、ニュースキャスターの畜子役目のは、自分を棚上げにして、綺麗事やかっこいいことを言って、その上他人にはきついことばかり要求しているとし、民衆の味方ですみたいな顔して、発言をしているが、果たして、畜子役目が普通の民衆なのかあるいは、民主主義が身についているかといえば、そうではないと、1999年出版の本で、 蓄子役目などのニュースキャスターのことも批判した。ありがとうございます。